日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第33.5世代対応携帯電話である <music> au リススンモバイルサービス easyFericaeasyFM 赤外線通信といった新機能新サービスに対応したハイエンド端末だが大幅な薄型化軽量化を実現し 電気種 W31CA と比べ厚さが 28mm から 22mm に重量が 143g から 126g へと改良されている。また、キーの形状を波状のエッジをつけることで押しやすさの向上を図っている。W21CA、W31CA の流れを組むワイド独部が液晶回転二軸ヒンジという構造だが、 薄型化のため設計は大幅に見直されている。カメラが W31CA での320万画素 CCD から207万画素 CMOS に変更されたのもそのためである。なお、本体色によってキーのフォントと発光部分、発光色が異なる。また、本機種は俗にペンギン形態と呼ばれることがある。これは、本機種の大きな特徴でもある。 プリセットの待ち受け画面の一つ、アデリーペンギンによる。これは、画面を開くたびに、用意された40種類以上ものペンギンのアニメーションの、うち、いずれかが表示されるものである。その中には、時間帯や電池残量に応じて出現するものも、存在する。また、メニュー画面や、電話や、E メールの送受信、メールの新着問い合わせ、イスウェブ接続、GPS 即位、録音時、 アラーム、着歌などの再生、撮影画像の保存と、ありと、あらゆる場面でこれらに合わせたペンギンのアニメーションが用意されている。このデザインは、カシオの携帯電話 GUI の設計思想、ハートクラフトによるもの。このペンギンは、回転に軸品時構造の機種のみに住んでいるという、設定のため、W42CA、W43CA では登場せず、 後継機種の W51CA で再び登場する。本機種は2006年2月9日から2月11日にかけて発売された。その週から19週連続で AU での売り上げ1位を獲得し、6月第4週に初登場のウォークマン携帯 W42S に1週だけ1位を奪われたものの、次週からは再び10週連続で売り上げ1位を記録し、 9月第1週まで、それを維持し続けた。9月中も2位、5位、9位と上位にランクインしていた。2006年で最も多く売れた、英雄端末である。2006年3月8日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより、行われた。2006年6月7日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより、行われた。 2008年3月18日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。